に始まりましたね。あ、危ない、ギリギリ録画できてましたよ。です。今日は編集長の車にやっとやっとフィルムが貼れるように。まあいろいろありましたから、ね。まあそうだね。実は予定している時にさ、そうなんですよね。早りになっちゃって。そうなんですよね。そうこうしてるうちに世の中がめちゃくちゃ熱くなってきちゃって、そうだね。もうちょっとこれは限界だと。じゃあやるか。まあ今お盆真っ最中なんですけど。そうですね。いやあ、あれですよ、編集長、今もちょっとカメラ回す前に喋ってましたけど、うん、人生で初めて車にフィルムを貼ります。車にフィルム貼るの人生初めて。はい、あの人のにはなんか手伝ったりとかはあるんですけど、うん、自分のになんかまあ頼んだり自分で貼ったりってことは今までなかったんで、うん、なんですかね、フィルムを貼るっていうその考えもなかったんで、まあ、うちの場合はね、まずそこからっていうのがある。俺の場合ってそうですね、フィルム屋さんですか。まず、ね、まず 何をやるにしろまずフィルムから。いやなんでこれっていうことで、まあ一応ね、みんなにそのじゃあ買ったよっていうのじゃなくて、型を取ってるところから行きましょうかと。そうですね、せっかくなんで、まあちょうどハイエースですし、うん、まあ諸事情あって前は貼らないですけど、前は貼らないあのフロントガラスも飛び石食らったりしてるんで、ね、まあこれでちょっと快適に寝れると。そうですね、なんか寝てばっかでお前仕事してねえんじゃねえかって言われるかもしれないですけど、寝てるっていう言い方しちゃう。でも大事なことですからね。そうですね、昼休みをね快適に過ごせる。そうですね、あの和歌山行った時にもうあの痛感しましたよ。ベッドキットないし、来年の SBM は最強だね。いや快適ですよ。これであとあれです、あのマキタの冷蔵庫買えば、そうだ、ね、ああもう完璧です。完璧だね。完璧です。だんだん何の車なんか分かんなくなってきましたけど。寝れる作業車。寝れる作業車ですね。おお。でこんな感じで、もうできましたね。成形は、はい。あれ型取ったところの映像はあったりするのか。このハイエースは貼ったところって、後ろを貼ってる映像ってない可能性が高いです。なんか前はよくあるんですけど、うん、前とか横とか、うん、じゃあまあお客さんのじゃないからね。気軽な感じで、まあそうですね、あの全然まあ多分この動画より前にあるかもしれないですけど、うん、あのベッドキットの作業の動画を見てもらえば分かる通りの、ね、はい、自分たちの車は大体な感じ。大体なんで。まあ、あの気軽な感じでやっていただいて、はい、まあ、あのどうせ22万キロの車ですから。けどやっぱ知り合いとかに見せると、うん、22万キロに思えないって言われますね。思えないよね。でも、まあ、俺でも思えない。見た目と中が綺麗なんで、うん、だ人生の中で多分一番いい車かもしれないです。あの新車は何回か買ったことあるんですけど、うん、まあでも一番使えてて下手すりゃ一番乗る車かもしれないです。そうだよね、それはあるような気がする。今まであの年間っていうか2年で5000キロの人間だったんで、うーん、まあこの前の和歌山が聞いてますけど、もう5000キロ走りましたから、これ、はいはい、あ、なんか貼ってありました。そう、これはね、みんな貼ってあるの。全然気づかなかったです。あ、イージークローザーの説明書き。そうそうそう、あ、これいらないんでしょ。いらないです。多分それ10年ものだから結構大変かもしれないです。それが意外と綺麗に、あ、意外といけますよね、話し方です。あ、なるほど。なかなか息の詰まる映像ですね。笑わせないで。手元がくるとこの糊がジャッと残るんです。あ、なるほどなるほど。それがね、あと剥がすの嫌、あのめんどくさい。じゃあまあ編集長は大体それでピッてやるタイプなんで、それがダメなんです、ね、それがダメな例ですね。ちょっと待って、材料取りに。あ、わかりました。
はい、じゃあガラス掃除しますか。はい、はい、まあ、掃除はね、こういう 3M のガラスクリーナー、はい、なんていうの、ガラスクリーナーっていろんなメーカーのあるんだけど、はいはいはい、これね、油分が入ってない。あー、綺麗にするっていう、なんていうんだろうな、うちらがフィルム貼るのに対して、あの、邪魔しないものしか、邪魔しないものがないっていうね、光らすとかっていうのじゃないから、はいはいはい、だから、あの、邪魔にならないものしか入ってない。まあ、あの、そう、うちはこういうふうにボンスター、あー、はいはいはい、を使ってこの熱線をきれいにしたり、ガラスをきれいにしたり、掃除が一番大事だっていうのは、そう、あの、編集してて勉強したんで、そうだね、ここがきれいにできてないと貼ってもきれいじゃないのね。はいはい、だから、まあ、皆さんね、うちで例えばカット済みフィルム買ってくれる方々は、はいはい、もう何回も見てるとは思うけど、またそれの復習みたいな感じで、そうですね、でも、やっぱハイエース一回出してるか、ハイエース、あ、熱線掃除とか、この板がない場合、あ、そうですね、の動画を出してるけど、あ、ありましたね、結構前なんで、まあまあ、まあ、作業的には同じですけど、まあ、でもいいですね、うん、そういうのも。これが編集長の22万キロ仮想光合ですけど、ガラスは純正のあのプライバシーガラスっていうんですかね、うん、あの状態のまんまですからね、はい、そう、それにあのフィルムを貼って、フィルムを貼るっていう、うん、まあ、そうですね、中からのあの映像とかも、そうだね、中からの見え方とか、そうですね、でショッピングサイトには載せてないんですけど、はいはい、これはあの一番濃い、ああなるほど、可視光線透過率っていうので言えば、はいはい、0% です。いや、はい、まあ、自分も一応ね、ゼロって呼んでるけど、はいはいはい、うん、世の中的にはゼロっていう言い方してないらしいんだけど、ああ、はい、まあ、でもあの濃くなってれば、あの、あ、あいつ後ろでふんぞり返って昼飯食ってるって思われなくていいんで。もう今やこのハイエースの使い方が昼飯と昼寝っていう。で、まあ、自分で貼ったことのある人たちは分かってると思うけど、こういう熱線のところに汚れがすごい溜まってるんですよ。はいはい、ああ、はい、なんか、なんていうんですか、黄土色の銅線っていうか、ね、そう、銅線が出てきたでしょ、ね、はいはいはい、掃除する前は真っ黒なんですよね。この真っ黒だとフィルム貼っても綺麗に見えない。はいはい、まあ、内側から外側からはそんなに分かんないかもしれないですけど、はいはい、あのガラスに色が入ってるから、まあ、今更なんですけど、多分内窓めちゃくちゃ汚かったと思うんですよ。あれ、うちのガラスクリーン使ってないですか。使ってないんですよ。あれ、渡しましたよね。そう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 、いや、あのフィルム貼るからいいかなと思って。そういうことじゃないんですよ、あなた。そうなんですよ、あれは前で使おうと思って。そうだね、いや、でも暑くてちょっと車の中に入れないんで、エンジンでもかけてない。ガラスクリーンなんでね、翼くんもベタ褒めしてもらった。そうですね、本来であれば真っ先に俺がやんなきゃいけないんですけど、まさかのガレージ11さんに動画を出していただいちゃうという。本当だよ。まあ、このゆるさがうちなんですけど。まあまあ、そうなんですよね。おかげさんでね、ライブももうなんかね、あ、そうですね、常にこうレギュラーでみんな来てくれるファミリーもいっぱいいるし。いや、そして、あの、まあ、この動画で言うのもなんですけど、あの編集長元気になったんで。そうですね。はい、まあ、これ復帰してからの動画なんで。そうですね、復帰してから撮影したの、これ多分そうですね。そうだね、これ1本目だね、2人で撮影したのはね。そうですね、うん、なんでこれ早めに出しますか、じゃあ。そうだね、復活記念動画みたいな感じ。そうですね、まあ、何日ぶりというか、何日目だ、2、4、あ、でもまあまあ1週間経ってないっすわ、まだ。あ、結構最近の話でしたね。そうね、まあ、年数走ってる車、急にねフィルムの話になると戻るけど、あ、はい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 、年数走ってる車とか、まあ、あの距離走ってる車なんかはこの熱線がすごい、まあ、汚れが出るというか、錆びるというか、まあ、表面がなんかちょっと色変わっちゃうっていうんですね。そう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 、なのでここをきれいに
まあ、そして多分これ前オーナーさん大工さんだと思うんで、なんか棚を作っていた形跡も残ってるんで、そう考えると多分あの砂ぼこりとかにはまあまあさらされてると思うんで、でまあこのくらいでいいかなって思うところまでやってください。はい、よくグレープベースではあの大体でいいかはダメだって言ってるんですけど、ね、はい、まあ、言ってる本人車大体大体なんで まあこのここでこう黒い黒い水が黒いですか、まあ、こういうもう黒い水が、あこれはね一回掃除すればこの黒い水は消えるんで、あここが分かりやすいですね、分かりやすい、ここがこの水ですよね、そう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 、この水が汚さなんですよ。まあ白状しますけど窓はまだ一回も拭いたことないんでまあそれはもう分かってます洗車は2回しました、はい、意外と編集長きれいにするっていう作業が得意じゃないと、あの中とかはちゃんと片付ける方なんですけどねあの外側はいいかなっていつも思うんですよあの車への愛情表現が洗車ではなくてオイル交換の人間なんでその前誰だか同級生だかに言ったらお前は走り屋かって言われましたけどまあ、結構整備士ってこうかもしれないですよ、もう意外とそうだよねオイル交換さえやっとけなんとかなるみたいな、ね、そう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 、やっぱ知っちゃってるんで、うん、であのやっぱハイエースっていうことをあの過信してるパターンもあるんでハイエース壊れないと思ってますからねハイエースは大丈夫、ハイエースは大丈夫だっていつも思ってますから。俺あのトヨタの営業マンの友達が言ってましたもんあのハイエースは車の王様だっつってまあでも確かになって思う時ありますねいやだって結構するじゃないですか、どんなに仮装工でも。そうだね、なんでだろうね、でも不思議っすよね、それだけ人気があるっていう。いや本当っすよね、同級生でもやっぱまあまあ寺本は当然ですけど、うん、ハイエースですけど、あとキャラバンに乗ってる同級生もいるんですけど、うん、でも他にもやっぱハイエース家族で乗ってたりとか結構いるんですよね。みんなあの昔走り屋さんみたいな車乗ってた人たちが、はいはい、ミニバンになってミニバンからなぜかハイエースになる。あそれはそれで面白い、ね、そうなんです。それかあのアルファードを乗り継ぐ人とか、まあ、あの車もいい車なんですけどね。そうあのね、そううちはヨメッチがアルファードだから、ああはいはいはい、別にいいとは思うんですよ。ただ俺自体がアルファードのシートの角度がどんな形にもとっても腰が痛くなるんだよね。いやそれは初めて聞きましたけど、そう俺そうなの。だからまあせいせいいじって、はいはい、見えないところにはね、俺はあの割と足回りのお金かける方なんで、ああ、はいはい、見えないところにこう補正部品をたくさん使ったり、はいはい、ボディーアームというかパーツ好きっすよね、そういうの見えないところのことを全部やったんだけどダメだと。ああ、で嫁さんの K を乗り換えましたでハイエースのあんな車庫端で、はいはい、絶対にアルファード乗り心地がいいのに、はいはいはい、ハイエースの方は腰で痛くならないんですよ。あ、まあ真意はどうか分かんないですけど、うん、トヨタも考えてるんじゃないですか、その椅子に関してはハイエース、まあ、ハイエースはね多分考えてると思う、まあ、みんなやっぱ距離乗るじゃないですか、うん、あのこうフェリモのひっくり返しはここの場面をよく見といてください。そうですね、未だに理解できないっていう人も中にはいるんで、まあでもまあ編集長は編集で散々同じシーンを見てるからっていうのもありますけど、うん、まあだんだん分かってきますよ、これ。ですか。でショッピングサイトに載せてない色ですけど、まああの、まあ、買ってから備考欄に「はいはい、ゼロがいい」とか言ってもらえれば「はいはい、ゼロも用意できます、ね」まあ
なんじゃ電話が早いぞっていうことですね。そう、なんだったら電話の方が一番早いですね。はい、じゃあ行きますよ。はいはいはい。まあこういうふうに巻きますよね。はいはい。で、自分はいつも左始まりなんで、はいはいはい、こっちが右側です。はいはい。それを忘れると、はい、これは意味なくなるんですね。忘れちゃうとダメだから、左始まりの右から巻いてくる。はい。それが右側でも左側でもそうですね。はい。でここまで巻けて、この巻きが甘い人はここ太くなっちゃうんで、太くなっちゃった場合は焦らずに小指でこう巻いてください。あの卒業証書巻くときみたいなんですね。はいはいはい、卒業証書。はい。でこの状態。はい。でこっち側が上。上。はい。こっち下。はい。はい。これはもう角度もよく覚えておいて。そうですね。はい。そしてバックドアだから、あのこれ向き大事ですね。そう、これは俺は開けてやりますけど、あの閉めてやる人もいますよね。ケンジは閉めて。ああ、はいはい。はい、ここで今巻いた、はいはい、こう巻いてきましたね。はい、巻いてきました。セパレーター上、はいはい、こうなりますよね。セパレーターってあの透明のやつですね。透明のやつです、はいはい、でこれをこうこうやりますよね。そうですね。そうするとここでフィルムだけめくれますよね。は、はい、セパレーターはこっちにいて、こっち、うん、でこっちが接着面、はいはいはい、でこうなりますよね、はいはいはい、ここで開きました。はいはい、はい、開いたらここにもうすぐ、はい、ガラスにつけちゃう。なるほど。はいはい、これでこういうふうにこの巻きを戻していく。はいはいはい。とで、そうするとセパレーターが今後ろにいます。こっちにいて、しかも接着面がそっちに行って、はい、っていうことですね。ガラスの方につくというね。はい、でここまでやったらこのこれはね、貼り方はさ、はいはい、あのいろんな専門家の方の貼り方がいろいろあると思います。はいはい、まあいい、自分が一番いい、いいなと思う貼り方で貼ればいいことだから。今の映像はかなり分かりやすかったと思います。そうだね、はい、これなんか一番分かりやすいかも。多分今まで の, そのフィルムの時大概編集長がいなかったんで、そう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 、カメラ的にも妹エースによく撮ってもらってたからね。かなりカメラ上手くなってますよ。でここがこういうふうにこう詰まっちゃう。あ、前言ってた、あのしても一台一台ちょっと違ったりとか、何でしたっけ、あの熱線のやつですね。熱線のやつ、ターミナルですね。だターミナルはもうここでカットしちゃう。息の詰まる作業でしたね、はい、あの息止める、止めるからね。なるほど。はいはい、呼吸をしない、はい、慎重なところ。そしたらこうやって真ん中から、はい、まあ自分は真ん中からこうしごくと、はいはい、これちなみにこう普通のパテベラですね、ゴムヘラ、はいはい、うん、よく売ってるやつですね。そう、売ってる。この形は別に何でもいいです。なんかこう絵がついてるやつとか、絵がついてるやつ使う人もいるけどね、いろいろありますよね。そう、絵がついてるやつ邪魔だから、で、例えば金属の部分が触っちゃったりとかね、はいはいはい、フィルムに触っちゃったりとかってなきにしもあらずだ。あ、まあこういうふうに縦にもいけます、ね、はいはいはい、でもこう横へ自然に行くのが一番フィルムには負荷がかからないかな。あ、でこういうところだけゆっくり、はいはいはい、これはあの成形をしてあるから、そう、こんだけ簡単に貼れますよっていうことですね。あの水が抜けてきますよっていう、あのすっごい前の動画で編集長も言ってますけど、前、すっごい前ですけど、うん、先輩と一緒に貼った時の失敗はそれですね。そういうこと、はい、熱成形なしの一枚貼りっていう奇跡みたいな貼り方を、はい、無理です。やりましたから、ね、あのできる車も中にはあるんだけど、プリウスなんか変な話、成形しなくても貼っちゃいます。ああ、はいはい、はい、あ、まあ結構平らっちゃ平ら、はい、PHV は無理ですけど。あ、はいはいはい、意外といけるんですよ実は。でうちは普通のキッチンペーパーをヘラに巻いて、はい、これもあのここに生地だけつけて、生地でお寿司もいるんですけど、あ、はいはい、あのゴミが必ずつくんで、そのゴミがフィルムを傷つける場合があるんで、はいはい、
僕はキッチンペーパー使ってます。端っこいたらたまにこの位置をずらして、あー、はい、いや、ここの画面から見ても黒さがよくわかるっす。わかるでしょ。その何ていうんですか、左の、うん、違うな、右の後ろのクォーターのガラスも今映ってますけど、はい、濃さが全然違うよ、ね、そう。しかもそこなんかはスライドドアが開いてるんで、うん、重なってるのに、重なってるのに、うん、もう全然この後ろの方が濃いですね。でこのゼロに関しては IR、 まあ遮熱効果のある、はいはい、フィルムになってるんで、まあ、遮熱効果がないものもあるんですけど、これに関しては遮熱効果があるから、はいはい、熱の上がるスピードとか温度を少し和らげられるというか、はいはい、まあ、このご時世大事ですよね。そうだね、暑いから。暑いっすよね、うん、いや絶対こんなじゃなかったっすよ昔、うん、なんかこんなんじゃなかった。そうっすよね、うん、だって編集長子供の頃は父親がアルトのバンに乗ってたんですよ、うん、素のガラスじゃないですか、うん、で、もうさすがにエアコンがついてたんですよね。エアコンはオプションでついてた、ああの550だったんですよ。660じゃなくて、あで、どっかこう夏休みに白とかピンクとかあったよね。そう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 、それうちの母親が、ああなるほど、ブルーへ乗ってた、あ、白いボディにバンパーとホイールキャップだけ、はいはいはい、なんか色が変わったやつあるじゃん、はいはいはい、あれなんでワークスが一番最初に出たアルト、あーの次のアルトっす、うちが、はいはいはい、CL11 とかなんで、あ、まあ、CL11 のアルトって言って分かってくれる視聴者さんはかなりいない。鈴木マニアだね。そうなんです。で、やっぱ夏休みになって、うん、まあ、僕と妹と4人で出かけて、うん、なんかこう渓谷とか涼しさを感じられるとこ行くじゃないですか、はい、山梨で言えば昇仙峡かな。そうですね、そういうとこ坂じゃないですか、うん、パワーがないんでエアコン切られちゃうんですよ。はいはいはい、あった、あった、昔はそうだった、ね、そう、あの力食われるからって言って、はいはい、AC 切られちゃうんですよね。でそれで乗ってられましたもん ね、 そうね。今そんなことしたらもうなんか大変なことになりそうですよね。まあ、まあそうだよね。まあ編集長も年を取ったのか知らないですけど、パワーがなくて坂道遅くなるって思っても涼しさを取りますね。はい、じゃあこんな感じで貼り終わりました。はい、そしたら濡らしたところはまあ丁寧に拭いてください。ありがとうございます。はい、車が綺麗になります。タオル汚れます。車がどんどん綺麗になってきます。おお、だってもう天井、まあ蛍光灯は見えますけど、うん、いや全然全然違いが出ましたね。これはもう結構濃いやつなんで光を通す確率っていうのはだいぶ減ります。はいはい、いやこれは快適になりそうですね。はい、で必ずこれを外すときは皆さんここに必ずこのピンが残っちゃいます。あ、プラスチックの、はい、プラスチックのこれを必ず元に戻して取ってから。まあ、ちなみにグレープベースではプラスチックのことをプラスチックって言ってます。はい、言いづらいんで。はい、はい、これで全部はまったのを確認して完成ですね。はい、はい、こんな感じです。ああ、反射が顔認証してます。はい、かなり濃いはず。かなり濃いですね、はい、もう見えないですもん中、うん、まあ炎天下の中に置いとけば多少は見えるかなぐらい。ないよりは全然いいと思います。そうですよね、はい、まあ、中で電気つけたりしたらあれかもしれないですけど、まあ、そうですね、暗がりで中で電気つければ見えちゃうけど、いやでも全然変わりましたよ。はい、お、まあとりあえず後ろは、はい、後ろはこんな感じです。はい、あのあとじゃあ横横面を、はい、貼っていきます。はい、はい、さすが、はい、いいです。あ、その辺のあの邪魔なもののけちゃってもいいですよ。邪魔じゃない、やっぱり邪魔だった。これ内張り相当綺麗にしてたからこの人。いや、ここ見てください。これここに多分木で棚があったんですよ。だからもう内張りなんて触りもしなかったんじゃないですか。かな、やけに綺麗だ。いや、これ22万キロって嘘じゃねってたまに思うっすね。このガムテープが貼り付かないもんね。あ、なんか塗ってたのかもしれないですね。かもね、あの服ピカみたいなやつで、うん、あ、中古車屋さんかな。あ、
そうだね、内装仕上げた、ね、多分仕上げてるかもしれないですね、うん、本当は砂ぼこりだらけだったかもしれないですね、うん、この時は油だなこれ。まあ僕らも散々やってましたよまあよくやってましたよ。まあ今さら聞くのもあれなんですけど、ベッドキット、あった方となかった方で貼りやすさってあるんですか。いや、これが体勢できれば、はいはい、これはあった方がやりやすい。ああ、なるほどなるほど、うん、ないとひざまずいてやるのが膝が痛い。ああ、なるほどなるほどなるほど。じゃあ順番は正解でしたね。正解じゃあ正解だね。そうだね。まあでもここが明るいからっていうのもあるかもしれないですけど、うん、この今映像で見ると、うん、本当になんか素のガラスみたいです、ね、そうだね。あの向こうが白だからそう見える、まあ、よりってことですね。そう、あ、こっちは熱線も何もないんですね。そうだね。反対側にこれがラジオかなんかと、うん、こんなに自分の車の内装をまじまじと見るのは初めてかもしれないです運転席側とかだったら分かるんですけどね、後ろにこんなに滞在したことないんで。滞在したことない荷物の出し入れぐらいですかよいしょ。そしたらまあ貼る方向を間違えないように。そうですね、うん、今度本当に四角いですから、ね、そう、ちょっと分かりづらいから。まあハイエースの場合はね、あの前側のガラス、前に向かってるのはまっすぐで、後ろがこう斜めになってるから。ああ、なるほどなるほど。間違え、あんまり間違えないとは思うんですよ。まあ、パッと見ただの長方形ですから、うん、剥がし方だけどね、これも縦じゃない人もいるし。ああ、はいはいはい、まあ、いろんなやり方があると思う。いろんな人の参考にして、前も言ったけど一番自分がやりやすいなと思う形で貼ればね、いいと思うんで。まあ一番は何回かやればそうあれですけどね、好きなやり方が出てくるから、まあ、ただ何回もやるっていうことがなかなか、まあ、ないよね。あのこういう仕事でもしてない限りは。そうだね。はい、これでできました。こっち側が上です。はい、はい、で、じゃあよいしょ。そしたら、はい、もうこれでセパレーターを内側に持ってってフィルム面を外に出す。はい、で、こういう風にやって、はい、ここでガラスにくっつける。でこの時にフィルムをこの上の毛に触らないように、はいはいはい、押さえていって、ここで位置合わせ。はい。はい、これで全部入ってるね。っていうのを確認したら、一度自分はゴムヘラを通します。はい、まあ、ガラス大きいですからね、うん、ここは。戸惑うとね、はい、上からゴミが流れてくる場合があるんで。ああ、なるほど。ちゃっちゃとやっちゃったことです。で、僕はこの剥がしたセパレーターをこっち側にこのままくっつけます。はい、剥がしやすいように若干ここを開けとく。
ここ若干開けとけばこう爪が引っかかるんで、ああなるほどなるほど、剥がしやすい。で直ベラで一回やっちゃいます。はい、そうするとかなりの確率で水とエアーが抜けますんで、最初からこれをねキッチンペーパー巻いちゃうと、はいはい、水抜けるの結構時間かかるんですよ。あ、はい、これで1回か2回直ベラで1回通す。ただその代わりこのセパレーターは綺麗に保管しとかないと。いやまあそうですよね、うん、これがジャリジャリだったらジャリジャリになっちゃう、こう地面に置いちゃったりとか、はいはい、やるとジャリジャリになっちゃうんで、そうするとゴミが入っちゃってこうやった時にビッツってフィルム切っちゃう場合があるんで、はいはい、セパレーターが切れる分にはいいんだけどね、あのたまに黒いフィルムの方切っちゃう場合があるんで、そうですね、それがないように。これは大惨事ですかね。大惨事。やっぱ全然黒くなるっすね。うん、いやもうこれ多分さっきのあれと比較で見たらもう全然違いが分かるっすね。もうこの時点で相当違うでしょ。いや相当違うですよ、ね、もう全然違うですよ。前なんかあの透明なんじゃねえかっていうぐらい明るい、明るく見えてるんですよし、はい、これで針は終わり。はい、そしたら周りをちゃんと拭いて、いや車がどんどん綺麗になってますねはい、こんな感じで、はい、張り込み終了。いやこれはこれはやっぱ黒くなりますね。はい、結構快適だと思うな。そうですね、なんか今思えばスノーガラスの次に温度計とか置いときゃよかったですね。あ、そうだね、どのぐらい違うか。そうですよね、これ編集長のだからそういう実験いくらでもできたっすね。あ、そうだね、これ一応こっち側から撮ってみますか。はい、あーもう、あ、全反射で自分がすごく映るっす。あー、もう全く中に人がいるなんて見えないっす。見えないですね。よいしょ、よし、こちらはリアガラスの熱線と同じようにちょっと綺麗に、はい、まあきっとここも汚いんですよね。そうだね、熱線真っ黒だね。ああ、うん、削りすぎると熱線取れちゃう場合があんまり古い車はね。ああはいはい、だからまあ適度に、まあゴリゴリにやるなっていうぐらいの適度に、適度に、うん、程よく、程よく。やっぱ歴代フィルムの動画見てますけど、うん、まあ見てるっていうか、まあ、作ってるの僕なんですけど、うん、あのやっぱセダンの後ろが一番大変そうでしたね。そうだねスペースもないし、部品が多くて嫌じゃんね。そうっすよね。まああとは動画にしてないですけど、あのベンツのあのあれも大変でしたね。あのオープンになるあの、あ、後ろの バリオルーフでしたっけ、はいはい、あれ動画にしなかったっけ。あれなんかして なぜかしてなかったような気がします。うん、なんかあれですね、サンルーフとかあればいいですね。うん、まあ、最近サンルーフがついてる車も少ないですけど。いや日本車も割と多い。割とありますか。うん、サンルーフ乗用車はね、編集サンルーフついてると下取り高いじゃん。ああ、はいはい、いや編集長サンルーフの車一回も乗ったことないんで。
まあでも俺アルファードはサンルーフいらないって言ってつけなかった。ああはいはい、あのボディがよれるから嫌だとか言って。ああだからそれアルファードに求めることではない。そうそうそうさ、あのシルビアとか乗る人の考え方ですよ。今じゃシビックとかもサンルーフついてるだけですげえ金額違いますから、ね、新しいの出たね。ああ出ましたね新しいの、ね、なんか抽選らしい。また編集長年寄りだって言われるかもしれないですけど、うん、編集長シビックってあの EK9 で止まってるんですよそれ何はともあれ、あもうあの辺が最後ですよ。あれ以降シビックってでかくなるじゃないですか。ああでかいね。あのちっちゃいあの昔の奥様のお買い物か感覚の大きさが良かったですよね、うん、あのスターレットとかマーチとかあのサイズで行くと一番好きなのカローラ2です。まあだから乗ってたんだ。そうですねあの私をスキーに連れてっての冒頭のあのリトラクタブルのカローラ2の、はいはい、あの登場シーンが一番好きなんですよ。大体あの映画好きって人はみんなセリカが好きなんですけど、そうだ、ね、僕はカローラ2が好きでしたね。ちょっと好きなところがずれてる、ちょっとずれてるんですよ。もうこのカメラを酷使してるんで最近電池の減りがやばいです。やばいですうちのショッピングサイトで買ってくれた人たちはこういうふうにもうここでカットになってますんで、セパレーターこう余ってるんで。ああはいはい、だからこう剥がしやすい、剥がしやすくしてあるってことですね、なんで外側にもう一回ピュッてかけるかっていうと、はいはい、巻くときにねちょっと水が入ってると表目についてると、はいはい、こう巻きやすいんですよ。ああなんか滑りがあった方がいい、滑りがあった方がいい。はい、いやもう相当この動画で勉強できますよ。そうですね、あとまだ 2枚ありますから、はい、もう今いろんな人がね動画出してるから。そうですね、もう今さらね技術を隠すとかってこともないし、まあうちのチャンネルはねハイエース乗ってる方が多いと思うんで、はいはいはい、あのうちのショッピングサイトに乗っているフィルムっていうのは固有名詞出しちゃいけないから某オークション、某オークションとかで売ってるフィルムなんかよりかはもう全然貼りやすいと思いますんで、まあ、フィルム自体が違うっていうぐらい違うんで、そう違うんで、ね、違うとそのぐらい違う、あの嫌になるぐらい違う。ああいうとこのやつ一回貼ってくれって言われて貼ったことあるんだけど、はいはい、よくこれでみんな貼れるなと思う。ちょっと何かするとすぐ折れちゃうから、はいはいはい、俺は無理だな。あれをめちゃくちゃ貼れる人はあの就職した方がいいですね。そうですね、フィルム屋さんに。そうですね、そう思う。やっぱこうあの、まあ、編集長職業違いますけど、うん、やっぱプロが使ってるものっつうのはまあやっぱ理由があるわけですよね。そうですね、あのうちのは変な話、まあ、ちょっとこうやるぐらいじゃ折れません、はい、あのそういうところのフィルムとか量販店のフィルムってあれやるだけ、さっきのやるだけで折れちゃいます。はいはいはい、なのでうちの俺が使ってるねティワで使ってるフィルムって、はい、まあ割と貼りやすいと思いますんで、まあ一番はあのご来店いただくっていうのが、そうですね、はい、あれですけど、まああの遠方の方もいらっしゃるんで、それがちょっときついなっていう方はショッピングサイトで購入してもらえて、こういう動画を手本に、手本というか説明書代わりに。そうですね、はい、まあでも結構あれですよ、最近説明書が YouTube を見てくださいっていうのやっぱ多いっすよ。あ
今からやろうとしているリアの、はい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 、はい、なんだっけ、パワーゲート、パワーゲート、パワーゲートも説明書はあるんだけど、はいはい、YouTube 見てくださいって言われました。あ、やっぱそうですよね。編集長一番びっくりしたの、あの草刈り機の刃あるじゃないですか、あれ買ったらあの QR コードがあって、あ、交換方法はこちらみたいな、こちらに、はいはい、これも YouTube なんだと思って、はい、結構驚きましたね。まあみんなそうなっちゃうよね、そう考えるとよっぽどこの媒体をみんな見てるってことですね。そういうことだよね。いや、本当あっという間にできますね。いや、これあのガラスクリーナーの回で言うべき話だったと思いますけど、うん、この状態でもあのガラスクリーナー使える、使える感じですよね。使える、あのね、変な話、フィルム貼る前は使わない方がいい、はいはい、ガラスを綺麗に見せるためのものが入ってるから、はいはいはい、あ、なるほどなるほど、フィルム貼る時には多分邪魔しちゃうかも。あ、まあ、だからって言ってそれで掃除してたから、はいはい、フィルム貼れないってことじゃないから、はいはいはい、前処理を綺麗に、まあ、やってれば大丈夫、同じようにやってくれればいい。でこの状態で、まあ、フィルム貼って、うん、汚れたりしたらあれも使えば、あのガラスクリーナー問題ない、問題ない。あのガラスクリーナー液剤の方に関してもいいものは使ってます、はい、あのタオルにも秘密があるんで、はいはいはい、タオルとセットで使ってもらえることを推奨します ね、 そ、 はい、それは、はい、そのうち編集長がやります、はい、やってください、はい、綺麗になってからね。そうですね、はい、でこれで後ろ3枚が終わりですね。はい、はい、結構いい絵ですねこれ、はい、ここに座ってるといい絵ですよね。いい絵になってる、はい、うわ、まあじゃあこんなかこのぐらい変わります。全然違うんですよ、はい、今こうやこの斜線で撮ってますけど、うん、そこのクォーター真っ黒の、うん、向こう側が少しグレーがかって見えて、うん、でギリギリ映ってるフロントガラスはもう綺麗に前が見えてるので、ね、まあこういう差ですよね、うん、で外からはこの映り方です、ね、こっち見えるかな、向こうがもう反射しちゃって、でもこっちはやっぱ向こう側が見えるですよ ね、 ね、うん、でこっちはあのそのぐらいうちのフィルムは黒いです。これは思いっきり編集長映るんですよね、はい、反射しちゃって黒くて、でも中からは割と見やすい。そうですね、昼間はもう全然普通に見えます。はいはい、はい、まあ、夜だけ、そう夜だけはちょっとね、やっぱ外が暗ければ中から見ても暗くなるのがフィルムの特性なんで。まあそうです、ね、で、量販店のフィルムなんかは中からも暗い、はいはいはい、外からも暗い、はいはい、それ乗りづらいんで、まあ不便ですね、はい、不便なんで割と中からは見えて、はいはい、外から暗いっていう、でこういうのもいろいろ濃さがありますんで、まあぜひはい、お問い合わせを。そうですね、お電話お待ちしてます、はい、じゃあとりあえず前に移ります。じゃあ今度前に行きましょう。はい、はい、はい、じゃあ左の真ん中のスライドドア、はい、結局この画角で撮っちゃいましたね、はい。足が上がんないんですよ。あの今までの中で一番楽な姿勢で撮ってますよ。姿勢を取れると。でもだってこれ完全に今でテレビ見てる体勢ですもんね。いや。あのヘラ使うときやっぱり一発パッシュってやっぱ吹いた方が滑りやすいんで、あ、はいはい、普通にやったら引っかかっちゃう、そうだよ、ね、可能性もある、引っかかるから、でヘラがいいヘラ使う、新しいヘラ使うと、はいはい、あの水抜けがすごく楽なんで、あ、綺麗に水が抜けてきますんで、まあゴムってやっぱどうしても劣化しますからね。そう、結構ね端っこ曲がっちゃうんだよね。ああ、
やなんかもう全然もう編集長の車とは思えない変わりようなんですけどだんだんノーマルじゃなくなってくるからねなくなってきましたね、うん、そうだよね俺はもう板金からスタートの車だったからあまあそうですね全くノーマルなんか知らないぐらいな感じだなあーでも一回ノーマル知ってるかそこで車検取ったからあーはいはいはい、うん、いやこうやって画面通してみるとあれですね内張りとか綺麗に見えるっすね画面だと画面だとやっぱまあ近くで見るとやっぱ多少けばだってるとこありますけど、いやでも十分いいと思うよ。いやもう全然綺麗な車ですよ。 22万キロっすね。22万キロでしょ。はい、いや驚かれるっすね。綺麗だよねこの車。綺麗っすよね。だからこういうハイエースをまあまあの金額で買えれば、はいはいはい、まあ満足、まあそうですよね、思うよね。元が高いですからねハイエースは。なんでこんな内張りこんなんなのに高いのって思うけどさ、うん、はい、じゃあこんな感じで、はい、まあ貼り終わりました。はい、まあこれで全部貼り終わったんで、全部貼り終わってないか。そうですね、うん、1枚ちょっと残ってるけ ど、まあこれが反対側ってことなんで、まあ調節省略して、はい、終わりの方に向かいますけど、こんな風に貼れば、はい、まああとはねここ小窓のやつはちっちゃいんでもうちょっと楽に貼ってくれるんで、はいはいはい、うちのショッピングサイトにね、有限会社ピュアのショッピングサイトにこういう風に、カット済みの成形済みのっていうものが載ってますんで、はい、まあそれを使ってもらって、量販店で自分で型を取ってやるってやつよりかは全然楽に貼れると思いますので、はいはい、ちょっと高いんですけどフィルムもいいものを使ってます、はいはい、なので、貼りやすいと思います、はい、僕らが使ってるフィルムと同じフィルムです、はいはい、で遮熱効果もあります、遮熱効果もあって断熱効果もあります。で数字的にはこれはね、自分のやつに貼ったりとか編集に貼ったりしてる、まあ、これは 0% 等価付けで測るともう本当にゼロって出ちゃうやつなので、はいはいはい、ゼロなんですけど、中からもこう見えます。そうですね、はい、そんなになんか、はい、ゴリゴリに見えないわけ、見えないわけじゃないですね。昼間は割と見やすいと思います、はい、夜は、ね、どうしても、ね、暗くなっちゃうんで、周りが暗くなると後ろ振り向いても見えないんですけど、はい、安いフィルムって外からも暗いんだけど中から暗いっていう、はいはいはい、ものよりかは全然見やすいと思いますので、そうですね、はい、こういうフィルムで貼ってもらえると楽に貼れると思います、はい、っていう、まあ、今回はね編集長の車を使ったフィルム貼り動画という形で、はい、やらせてもらいましたけど、はい、こんな風にできますんで、ぜひ、ショッピングサイト見てください、はい、運転席助手席、まあ、あとはダイレクト、ね、DM をいただければ、連絡いただければ電話でも全然構わないんで、その時にうちにある車種だったらそれもできますんで、はいはい、まあ、あとはちょっと東方でも最近はねちょっとね遠くから来てくれるお客さん多くなりました。そうですね、はい、長野とか大阪とか、はいはいはい、名古屋、長野、東京、静岡、まあ、この山梨の周りは、まあ、元より、まあ、大阪からも来てくれる方もいらっしゃってるんで、はい、フロントガラスなんかはね、変な話ですけど高速で来ても来て帰っても多分安いぐらいじゃないかなって思ってます。はい、はいはい、でフィルムもいろんな種類がピュアにはね60種類ぐらいいろいろありますんで、はいはい、ゴースト系から普通の黒系からいろんなフィルムがあるんで、またそれも選んでもらうのも楽しいかなと思うんで、まあ、ぜひ一度お問い合わせいただければ。そうですね、はい、で、いろんなものがショッピングサイトに載ってます。ガラスクリーナーとか水性ワックスとか、はいはいはい、でそこにどんどん新しいものを上げてきますんで、たまに見てもらえればいいかなと思いますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ今日はこんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあグッドボタンとこう、チャンネル登録、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、それではまた次回、はい、アディオス。アディオス。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれてありがとう。